皆さんこんにちは、キムリンオーディオです。休みの日はスタッドレスタイヤです。まあ天気のいい日に今のうちにちょっとタイヤ手入れしてですね、よっこいしょよっ。ちなみにこんなんで、ちなみにこういうので洗ってます。シュアラスター、洗うだけで瞬間撥水ワックスインシャンプーシュアラスター、ちょっとこんなのでね、洗ってます。ただタイヤを洗うだけの内容となってしまいますが、まあ、こうやって、タイヤは冬融雪剤の中で、やられたタイヤをこうやってきれいに手入れしてですね、そしてまた、半年後ぐらいにやってくる、北海道の冬に、まあ、備えると、そんな感じでちょっと今のうちからちょっと手入れしてます。なんかすごい茶色っぽくなんか汚れますね。よっこっで裏、よいしょ、あたたたた、よし、お前もなんかこまめに忙しいねって、はい。まあ、最近オーディオどうなってんだよみたいな。今嫁さん家にいるんで、ちょっとオーディオで何かしたいと思ってもなかなかちょっとね、嫁さんがうんいいよとはまず言ってくれることはないので、これはまあ嫁さんの S6 のタイヤだろうと。ああそうですね。今回はね、あの別に洗っといてとか言われてないんです。まあ。いつもね、まあ、あの家のことしてくれたりとかしてますんで、まあ、体で返すと言ったところです。今日は北海道あったかいの？ああ、そうですね。まあそこそこあったかいです。風はちょっとありますけど、よし、という感じで、ただ洗って太陽の直射日光にこう当ててると、そして自然乾燥といったところです。まあ、嫁さんの S6 くんもですが、まあ、僕のホイールも、まあ、ちょっと手入れしたといったところです。いやー、これちょっと痛ましいな。はい、まあタイヤ洗ってですね、乾燥したらまた、保管するといったところです。はい、まあせっかくタイヤを出したところですから、そうですね、タイヤの残り溝といったところをちょっと、取ってみたいと思います。あ、今までこう僕100円ショップのこういうアナログのようなものでこう見てたんですよね。今ここだったら、6ミリと、あ、ここのゼロが一致してますんでジャスト6ミリですねとかですね、ちょっとずれて、6点なんぼだっていうと、どこかでこう一致してるところを探して、まあ、6.3 とかそうやって見るんですけども、もう、はい、さよなら。ついに僕もとうとう、目が見えなくなってきましたので、
このような、デジタルノギス、ついにデジタルノギスにもう僕は手を出してしました。はい、これどこで売ってんのよ。あ、これですか。これどこだったかな。ダイソーのね、ダイソーの100円ショップで、これ700円。あ、こう値段あった。税込み770円。ただボタン電池別売りなので、まあ、電池代も入れると、そうですね、880円っていうことになりますか。ちょっとこれ電池別売りなんですよ。はい、もうこれスッと動かすと、もうこのようにで、はい、 OK です。あ、これでタイヤの水が見れる。しかもデジタルで出るので、もう僕にとって本当にありがたいですね。まあ別に、ただこうやって深さを見てですね、あ、8.3 ミリ、もう全然 OK ですね。はい、でこちら、これ僕のワークス君ですね。ああ、 3.6 ミリですか。 3.6 ミリ。あ、そろそろスタッドレスタイヤとしての寿命が来るかな。はい、これどこかにね、スタッドレスタイヤの最後のスタッドレスタイヤとしての寿命 がね、分かるところがあるんですよ。 あった、これだ。これここのギザギザ、これがね、つながっちゃうと、もうスタッドレスタイヤとしては終わり。ただ夏タイヤとして走るっていうんであれば、まあ、あんまりスタッドレスタイヤで夏のアスファルトはね、ちょっとあれなんですけども、おすすめはしないんですけども、これがプラットフォームが出てきたら、スタッドレスタイヤとしてはおしまいということです。冬道はもう走れなくなります。ちなみにちょっとここまでの高さちょっと測ってみましょうか。残りあと 1.5 ミリでこのスタッドレスタイヤはお迎えを迎えるといったところです。まあ、溝があるからまだ大丈夫だっていうのもそうなんですが、スタッドレスタイヤ、この柔らかさっていうのが非常に重要で、これがだんだん硬くなってくると、雪のね、雪面に、まあ、食いつきが悪くなるっていうか、まあ、そういったところでだんだんやはり溝があっても経年劣化でゴムが硬くなってきて、性能が落ちてきます。まあ、すごいグリップするときはなんて快適なんだってか思うんですけども、まあ、摩耗も進んでタイヤの年数も経ってきますと、まあ、硬くなるし摩耗もしてくるしで、運転がねちょっと気使うようになるんですね。いつもは止まれた信号が今日はなかなか止まらないで、ちょっとしばらく ABS 聞きっぱなしとかですね、そういった風に、まあ、感じてくると思います。はい、まだ嫁さんのタイヤはまだワンシーズンしか履いてませんので、まだまだ全然 OK といったところですね。 6.8 ミリありますね。嫁さんのは、まあ、ブリヂストンの、まあ、定番中の定番のタイヤなんですが、嫁さんの、ブリザック君はどこ、あった、ちょっと見えますか。うん、ちょっと拡大しよう。あ、これです。このギザギザがある、ここがスタッドレスタイヤの使用限界っていうところですね。ただちょっとここをちょっと測ってみましょうか。はい、4.1 ミリありますんで、まだワンシーズンしか履いてませんのでね、まだまだ3年ぐらいは持つんではないかと思います。あと問題は嫁さんの乗り方次第ですね。はい、まあ、天気のいい日に、冬のシーズンオフ、その時にちょっと、時間を見つけて、まあ、こうやってタイヤ手入れして、来シーズン、北海道の冬に、まあ、備えると、まあ、そんなことをただ単に、こまめにやっているといったところです。はい、今日はなんか、逆にタイヤなのかこの、
100円ショップダイソーで売ってたデジタルノギス、770円、これの紹介なのかどっちなのかちょっと両方分かんなくなってしまいましたが、はい、今日北海道非常に天気がいいです。おっと、あら、あ、今気がついた。なになに、あれ、ラインが剥がされてる。え、これどうすんだろう。それではまた。 AZ1 オイル漏れ見つかりました。